海洋教団、ミチルさんか千秋さんなんじゃないかと思います。僕らが裏切り者だというのかい？一体なぜ？僕もこんな結論は出したくありませんでした。でもミチルさんはなぜ太陽教団を作ったんでしょう？なぜ独房エリアに行って布教してまで信者を増やそうとしていたんでしょう？それは太陽の救済を。本当は何か別の目的があって、そのために教団を大きくしたんじゃないですか？そして信者の人たちは今この塔にいる。それに千秋さんはミチルさんを助けるためならきっと何でもする人だと思います。たとえそれが人類全てを敵に回すことであっても。それは否定しないよ。でも姉を救う術などないんだ。千秋さん。千秋、もう大丈夫。救う必要なんてなかったの。姉さん。私ずっとあなたが知ってる私のままだったの。自分でも気づかなかったけれど、青い鳥さんは捕まえたもの。もう擬態はいらないの。擬態ですって？どういうこと？ん？姉さん、それは。かつて少年と少女であったもの。ジェイルの種は二人を飲み込み、少女の思いを形作った。火を恋い、願う思い。世界への皇帝。そして、姉と弟であり続けようとする強い思い。それじゃ、僕たちは。私たち、あの時に死んでいたのね。ジェイルの種が私を蘇らせたの。そして私の思いに引っ張られて、あなたも。ミチルさんたちはジェイルに擬態させられて転生体として蘇ったって、そういうことなんですか？そんなことが本当に？これは始まりのお話。ジェイルの種は私が読んでた絵本の上に落ちて、そしてこの世界に根付いたのね。すべてが終わり、すべてが始まった場所。幼稚園にいた人たちは私たちも含めてその時に死んでしまった。今の私はかつて私だったものと、そこにいた子供たちの夢みたいなもの、そして多分最初によみがえった存在。だからあなたにとって特別だったのね。そうでしょ、青い鳥さん。いいえ、博士。お父さん。何のことだね、大姫さん。私、おかしくなってたふりをしてたみたい。おかしくなってたふり？青い鳥さんの期待する思いを受けて、自分でも気づかないうちに擬態してたのね。あなたのくれた食べ物には何の効果もなかったのにね。そんな、バカな。ごめんね、千秋。私、あなたを苦しめてばかりだった。姉さん、そんなことないよ。姉さんがいたから、僕は。ありがとう、じいちゃん。博士、じいちゃんが作ってくれたあの場所は、あなたのための場所じゃないの。
お日様に会いたい人たちのための場所だから、返して、あの場所にいた私の大事な人たちを。君は先ほど青い鳥を捕まえたと言ったが、鳥はカゴに入れるまで捕まえたとは言わない。残念ながら、無駄話をしている間に貴重な時間も失われたようだね。君たちの推測は正しくなかったが、結果的に真実にはたどり着いた。しかし、古い物語はここまでなのだよ。それってどういう？新たな物語のためには古い物語は不要なのだ。これは連れてこられた信者たちの。いけない。このフロアのどこかだ、姉さん。ミチルさん、千秋さん。俺が追う。お前らは博士の方を頼む。私も行くわ。やれやれ、世話しないことだ。もう手遅れだというの。博士、あなた何をする気なの？するのではない、したのだ。あとは迎えるだけだ。新しい物語の始まりをね。さて、用済みのおもちゃには退場願おうか。あら、使える銃なんてあったのね。みんな気をつけて。なに、このままじっとしていてくれれば何もしない。面倒だからね。なんなら塔を降りてくれても構わない。お父さん。さようなら、赤ずきん。赤ずきんさん。みんな、博士を、スナークを追おう。この扉の先に博士、スナークがいる。これが最後の戦いなのね。この扉を開けたらもう後戻りはできないわ。ジャック、準備はいい？屋上？ジャック、空を見て。空に白い月がない。やあ、みんな、やはり来てしまったのか、ね、無意なことを。お父さん。おや、まだその名で呼んでくれるのか。スナーク、君たちのおかげでこのジェイルは非常に効率よく成長してくれた。そしてミチルも、敬意はどうあれ、私の望む以上の結果をもたらしてくれたよ。本来君たちは受精に必要な最後の養分となる予定だったのだが、一部の信者で代用できたのは嬉しい誤算だったからね。見たまえ、これがその成果だ。な、何そのでかい卵みたいなの。ジェイルの受精は果たされ、こうして新たなコア、
生命の源が誕生したというわけだ。受精って、まさかあの白い月が。その通りだ。君たちがジェイルと呼んでいたものは尾形でね。あの月こそが女型なのだよ。そしてここにその果実を得ることができた。君たちには礼を言おう。その卵があなたの目的だったというのね。それで何をするつもりなの？それはね。信者の人たちを殺したのね。やれやれ、殺すとは野暮なことを。彼らはこのコアに宿すべき魂、尊い犠牲となったのだよ。盲信こそは強き思い、強き思いこそが新たな神を生むにふさわしき魂の源。神とはまた使い古された概念ね。しかし新しき秩序の礎となるべき存在だ。そんなことさせない。お前を倒して野望も食い止めてみせる。それはごめんこうむりたいね。何？残念なことに私は戦闘能力を有していない。だからこそ裏で糸を引いていたのだ。長い時間をかけてゆっくりと、すべてが私の思い通りに進むように。だってあいつ全然怖くないもん。きっと弱いよ。そんなはずないじゃん。15年前黎明の人たちが皆殺しにあった相手だよ。でも卑怯な相手なのは間違いないですね。そうですわ。死にそうなナイトメアをいきなり後ろから刺すなんて。それにもう手遅れなのだよ。そう、君たちの中にもある声、恐怖と絶望、憎しみの声だ。生贄の魂が凝縮され、この暗き声を糧に新たな神が生まれる。私と人間たちが生み出した新たな神。さあ、新しい世界のために古い物語は退場してくれたまえ。みんな！ええ、スナーク、退場を決めるのはあなたではないわ。ずっとみんなを騙してたこと、みんなを使い捨ての道具のように扱ったこと、白雪は許しません。
わらわが憎むのはその魂。いや、魂をそこまで追い詰めたそなたの存在。人の心は弱いもの、でも強くもなれるんですのよ。あなたがいなければヘンゼル兄さんも生きられたかもしれないのね。あんたなんかそいつとまとめてぶっ潰してやる。クリル全部仕留める。やる気かね。もう心は決まってる。悪い狼切り刻んでやらなきゃ。いや、手間をかけさせずおとなしく食われていればよいものを。みんな行くよ。みんな行こう。ちょっと、頑張るぞ。任せて。ありがとう。私の番ね。頑張って。お相手しますわ。出番ね。あたしの番だね。顔色悪いよ。いた。僕の番か。行くわよ。これでどうかしら。出番ですね。私の番ね。出番ですね。手当てしますね。私の番だね。無理しないでね。出番ね。私の番ね。頑張って。私の番ね。出番ね。白雪、行きます。任せて。これでどうかしら。行くよ。この私の番ね。覚悟なさいませ。お気を確かに。見てなさい。待ってました。ほら、しっかり。負けてられない。
行くわよ。これでどうかしら。行きましてよ。覚悟はよろしくて。いかがでして。片付いたわ。終わったのか。スナーク、どこにもいないわ。一緒に死んだのかしら。それとも。この音。トウガ、みんな早くここを出よう。トウガ崩れていきます。受精を済ませて枯れていくんだろう。もう一度慎重することは望めないのかしら。この世界に適応したジェイルの受精後がどうなるかなんて誰にもわからねえ。だが普通に考えりゃ無理だろうな。そんな。じゃあ私たちはどうやってここから抜け出せばいいのよ。僕たちのしてきたことは人々を死なせるだけの結果に。私は仕方ねえよ。牢に駆けつけた時はもう全てが終わってたんだ。私たちの今までは何だったんですの。無駄じゃない。無駄じゃないって信じたいのに。ジャック、ジャック、ミチルさんは太陽のことをこれからもずっと話し続けてください。え、どんなに小さくてもみんなの希望なんですから。わかったわ、ジャック。こんなことで負けるもんか。きっとまだ何かできることがあるはずだ。そうね。最悪の箱に最後に残ったものは希望だというわ。ええ、どんなに入り組んだ迷宮でも出口は必ずあるものだもの。そうよ、アカネ、私たちあいつの企みは潰したんだから。そうだった、忘れるとこだったよ。私たち一つくらいはできたんだ。お前らどんなに打ちのめされても、どんなに絶望に叩き落とされたって必ずみんなでここからこの監獄の世界から抜け出してみせる。